アドミラルヒッパー。アドミラルヒッパーは、第二次世界大戦時のドイツ海軍のアドミラルヒッパー90寿命館。名前は、フランツフォンヒッパーにちなむ。なお、ドイツ語の発音に従えば、本来はアドミラールヒッパーと表記すべきだが、日本では英語読みのアドミラルで呼ばれるのが一般的である。ハンブルクのブロームーント。 ホス造船所で1935年7月6日、帰港。1937年2月6日に浸水。1939年4月29日に収益した。アドミラルヒッパーは、ノルウェー侵攻に参加。1940年4月8日、トロンハイムの北西で、イギリスの旧式の G 級駆逐艦、グローウ,ウォームと交戦した、トロンハイム沖海戦。 グローウ,ウォームは撃沈されたが、沈む前にアドミラルヒッパーに体当たりをして損傷させた。4月9日、トロンハイム港に入り、兵員を上陸させトロンハイムを占領した。損傷を修理後、6月にはシャルンホルスとグナイゼナウなどと共に有能作戦に参加した。6月26日、アドミラルヒッパーの搭載機が潜水艦を攻撃し、 激沈したと報告した。その潜水艦はイギリスのトライトンであり、実際には損害もなく沈んではいない。次はフィンランドからイギリスへニッケルを運ぶ船をターゲットとして6月27日にトロンハイムから出撃した。アドミラルヒーパーは北へ向かい、スバルバル諸島付近までも行ったが商船は見つからず、ブランドからニューヨークへ向かっていたエステル総伝を打破したのみであった。 成果がないことや、ドック入りの必要があることから、作戦は打ち切られ、8月11日に、ビルヘルムスハーフェンに戻った。1940年11月30日にキールを、出撃、ノルトゼートゥーア作戦し大西洋に進出した、アドミラルヒーパーは12月25日に、兵員輸送中の WS5A 船団を攻撃した。戦は、重巡洋艦、ベリック、 軽巡洋艦、ボナベンチャー、ダニーディンなどに護衛されており、アドミラルヒッパーはベリックと交戦して、修理に6ヶ月を要する損害を与え、船団の船二隻を損傷させたが、機関の問題と燃料不足のためブレストへの帰還を余儀なくされた。同日、ブレストへ向かう途中のアドミラルヒッパーは、貨物船、ジュムナ、ジュムナ、千七十八トンを沈め、 12月27日に、ブレストに入港した。1941年2月1日ブレストを出港。2月12日シエラ・レオネからイギリスへ向かっていた、護衛のない SLS-64 戦団を、アゾレス諸島東方で攻撃、19隻のうち7隻を沈めた。2月14日ブレストに帰港した。アドミラルヒッパーは、 デンマーク海峡経由で3月28日キールに戻った。1942年3月からはノルウェーで活動した。3月12日にアドミラルヒッパーは駆逐艦 Z24、Z26、Z30、水雷艇 T15、T16 に護衛されてトロンハイムへ向け出発した。複数のイギリス潜水艦が紹介していたが、 ドイツ部隊の迎撃には失敗した。アドミラルヒッパーとその後衛は3月21日に目的地に到着し、そこで従順洋艦リュッツウ、プリンツオイゲンと合流したが、後者はその後すぐに修理のためドイツに戻った。7月3日、アドミラルヒッパーは p q 7戦艦攻撃作戦、レッセルシュプルンク作戦のため巡洋艦リュッツォ、アドミラルシェア。 戦艦ティルピッツと合流した。目標の戦団は、戦艦デューク・オブ・ヨーク、ワシントン、クーボ・ビクトリアスが護衛していた。アドミラル・ヒッパー、ティルピッツと6隻の駆逐艦は、トロンハイムから出撃し、リュッツ・オウ、アドミラル、シェイヤと駆逐艦6隻の駆逐艦らかなる、別の部隊は、ナルビックから出撃した。だが、合流地点へ向かう途中で、リュッツ・オウと3隻の駆逐艦が、 海図にない岩礁に触れたため引き返した。ドイツ軍の出撃はスウェーデンの諜報機関によってイギリスへと知らされ、船団には分散が命じられた。発見されたと知ると、ドイツ艦隊は作戦を中止し、攻撃は U ボートと空軍に任せた。船団の護衛艦によって守られていない分散した船は34隻中21隻がドイツ軍によって埋められた。 9月10日、アドミラルシェア、軽巡洋関ケルンと共に紹介中であった、アドミラルヒッパーに対して、イギリス潜水艦、タイグリスが来撃を試みたが成功しなかった。9月24日から28日まで、アドミラルシェアは、ノバヤゼムリア北西沿岸への機雷布設を行う、駆逐艦 Z、Z23、Z28、Z29 を護衛した。この作戦は、 朝鮮の航路をより南に向けさせ、ノルウェーに展開するドイツ海軍部隊の行動範囲に近づけるのが狙いであった。飛行後アドミラルヒッパーは推進機の修理のためなるべく近くの原湾へ移った。10月28、29日にはアドミラルヒッパーは駆逐艦、フリードリヒエッコルド、リヒャルトバイツェンと共にさらに北のアルタフィオルドへと移った。 11月5日からアドミラルヒッパー及び駆逐艦 Z27Z30 リヒャルトバイゼンフリードリヒエッコルトからなる第5駆逐隊は北極海の連合国船舶を求めて巡回を始めたこの部隊はオスカー・クメッツ中将がアドミラルヒッパーから指揮を取った十一月七日アドミラルヒッパーの搭載機である a r 九十六がソ連タンカードンバスと その護衛艦をマイナス78を発見。クメッツは2隻を沈めるため、Z27 を発見した。12月、j w 5 1 b 戦団攻撃、二次作戦に出撃、31日戦闘により損傷した。ビルヘルムスハーフェンに戻り、そこで解約され、ゴーテンハーフェンに移動。1945年5月3日。 ヒールのドック内で空襲により損傷、着底した。1948年に引き上げられ、1952年に解体が完了した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。